鶴田隆二は日本のレーシングライダー。愛知県安城市出身。血液型は B 型。1984年ロードレースデビュー。清水国明のチーム国竹マイレーシングに席を置き、鈴鹿4時間隊級ロードレースなどに、清水国明とペアを組み参戦。1989年川崎系のレーシングチーム、チームグリーンの試験に合格し、移籍。 1990年には全日本ロードレース選手権 TTF3 クラスで同クラス川崎発のシリーズチャンピオンを獲得。2000年には SNK クラスで自身2度目の全日本チャンピオンを獲得。その後、自身のチームであるトリック、スターレーシングを結成、監督兼ライダーとしてレース活動をしている。川崎を代表するライダーの一人である。トリック。 スターレーシングは2009年の鈴鹿8時間耐久ロードレースでプライベーターでありながら表彰台に位獲得をしている。2010年、エヴァンゲリオンレーシングとトリックスターレーシングのコラボが実現、サーキットを盛り上げた。エヴァンゲリオンレーシングとトリックスターレーシングのコラボ、エヴァンゲリオン RT 初号機トリックスターとして全日本ロードレース、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。 鶴田は監督としてチームをまとめてきた。2019年、ボンネビルモーターサイクルスピードトライアル、電動バイククラスに参戦し、世界最高速記録樹立した。スピード204マイルパーアワー。ありがとうございます。